つばきり3分フィットネス。しいんですけど、こんなバナナ長いのに、ね、うん、バナナ長いけどバナナの横で仕方ないから、うん、寝転んでの運動教えてあげる。ありがとう。寝転んだままのトレーニングを伝授しましょう。肘は肩の下、膝をついたまま少し顎を引きましょう。頭から腰まで一直線、綺麗なまっすぐの姿勢をキープしてください。呼吸は自然に続けます。お尻が出っ張ったりお腹が落ちたりする方は少しちょうど真ん中ぐらいに、ほら、寝転んだままできるじゃない。これじゃ物足りないという方は膝を上げてキープしてみましょう。呼吸を忘れないようにしましょうね。10秒でやめてもいいし、30秒できたら素晴らしいです。 OK。 じゃあすぐ仰向けになりましょう。ちょっときつかったですね。はい、仰向けでつま先上げて、お尻を上でキープ、できるだけお尻が落ちてこないように上でキープしましょう。イメージはお尻をギュッと真ん中に寄せるように力を入れていきます。キープがきつくなったら一回下ろして、ぐっと上げる、このダウンアップを繰り返していきます。この時に膝が開く方を閉じたまま、膝は閉じたまま、ゆっくり丁寧に上げて下ろして、上げて下ろして、チャレンジしたい方は上げるときに右足、左足、足の動きをつけてあげると運動のレベルが上がります。OK。 寝転んだままでもフィットネスはできるんですね。ありがとうございました。いや、フィットネスって本当に素晴らしいですね。うん、
水野春夫でした。